菜ジュースってビタミンなどの栄養が簡単に取れるから便利なのになぁとね、思った方も多いかもしれません。食事からビューティージェルラスダイエットマスタリエです。皆さんこんにちは。今回の動画ではダイエット講師が絶対に買わない太ってしまう飲み物についてお伝えをしていきます。皆さんは食べ物に気をつけているのにダイエットの成果が出ない、運動も頑張っているのに体重が減らない、水分が大事って言うけどどんなものでもいいのなんてね、思ったことはありませんか？私が今まで1000人近くの方のお食事を見させていただき、食事内容はいいのになぜか痩せられないという方は飲み物に原因があるケースね、結構多いんですよね。皆さんが体にいいと思って飲んでいるものでも、実は太ってしまう飲み物があるかもしれません。せっかくの頑張りが飲み物で台無しになるのは悲しいですよね。ということで、この動画を見ることで私が買わない太ってしまう飲み物とどうしても飲みたい時のおすすめの対処法が分かりますよ。皆さんが普段何気なく飲んでいるものはないかチェックしてみてくださいね。それでは今日のテーマいきましょう。太ってしまう飲み物、まず1つ目です。野菜ジュース。皆さんは美容のため、健康のため野菜不足を補おうと普段の食事に野菜ジュースを取り入れているっていう方多いのではないでしょうか。コンビニやスーパーなどで1日分の野菜が取れますとね、書いてあるジュース見ちゃうとね、思わず手に取ってしまいますよね。過去ダイエッターだった頃の私もダイエットや健康のために毎日野菜ジュース飲んでおりました。しかし野菜ジュース飲んだだけで痩せるわけもないですし、それどころかかえって太っちゃったっていうこともございました。このように野菜ジュースは残念ながら太ってしまう飲み物だと私は考えています。その理由は糖質が意外と高いからですね。野菜ジュースって野菜そのままよりも甘くて飲みやすいですよね。美味しいそれは野菜ジュースという名前でありますが、果物が含まれているからなんですね。ちなみに果物に含まれる果糖は血糖値を上げにくいですが中性脂肪になりやすいと言われています。しかも果糖は AGE という老化物質を作り出すリスクも高いんですね。さらに果物には果糖だけではなくブドウ糖も多く含まれています。特に液体状の糖質っていうのはすぐに体に吸収されるので急激に血糖値を上げて脂肪を蓄積しやすいんですよね。でも野菜ジュースってビタミンなどの栄養が簡単に取れるから便利なのになぁとね、思った方も多いかもしれません。しかし市販の野菜ジュースは作る過程で加熱処理されてビタミン C などの熱に弱い栄養が取れているものも多いそうです。さらにほとんどの野菜ジュースは絞りかすを取り除いているので食物繊維を取ることも難しいと言われています。それだけではなく砂糖や果糖、ぶどう、糖液糖などの甘味料が入っている野菜ジュースも結構あるんです。こういった商品は本当にジュースになっていきますよね。そのため野菜ジュースももちろん種類にもよりますが、多忙な時、体調が良くない時などどうしても野菜が取れない時に取り入れる程度が個人的にはおすすめ。また市販の野菜ジュースではなく自宅で野菜たっぷりのスムージーを作るのもいいかもしれません。これなら熱に弱いビタミンも取れますし絞りかすを取り除いていないので食物繊維も取れるのかなっていうふうにね、思うんですよね。では太ってしまう飲み物2つ目です。甘い飲むヨーグルトヨーグルトが体にいいというのは今までの動画でも何度もお伝えしてきていますよね。まだ見ていないという方は概要欄に貼っておくんですけれども、食べるタイミングを変えるだけで効果激変、ヨーグルトの正しい食べ方を教えますというね、こちらの動画でも詳しくお話ししておりますので是非チェックしてみてください。このようにヨーグルトはダイエット中にはおすすめの食べ物なんですが、市販の飲むヨーグルトは残念ながらおデブになってしまう飲み物かもしれません。なぜなら市販の飲むヨーグルトは甘味料が含まれているものが多いからです。例えば飲むヨーグルト 200ml あたり約 25g の糖質が入っていると言われています。これって角砂糖にすると約6個分になるんですね。ご飯1杯の 150g の糖質量が約 55g なのでご飯のね、お茶碗半分と同じ糖質量になってしまうんですよね。そうとは知らずですよ。過去の私は毎日のように飲むヨーグルトを飲んでおりました。野菜ジュースと同様、体にいいと思ってむしろ積極的に楽しんでおりました家に大きなパックのね、飲むヨーグルトっていうの結構常備していた時期もあって、ガブガブ飲んでいましたし、外出中に小腹が空いた時もおやつ代わりに飲むっていうこともありました。お菓子ではなく飲むヨーグルトにしている私ってすごい動いてね、結構思っていたんですね。ただこうして甘味料入りの飲むヨーグルトを頻繁にたくさん飲んでいると、やはり太ってしまいましたもちろん健康的に痩せるためには三大栄養素の一つである糖質は大切です。しかし糖質は甘味料で摂るのではなく、お米で摂るということが個人的にはおすすめ。同じ糖質とは言っても、お米には食物繊維やビタミン、ミネラルなどの栄養がありますし、甘味料より血糖値の上昇というのも緩やかなので、満腹感というのも続きやすいんですよね。また、飲むヨーグルトに含まれる乳酸菌も無糖のヨーグルト、納豆、ぬか漬けなど甘味料なしのもので摂るということがおすすめです。とはいえ最近では無糖の飲むヨーグルトも出ているんですよね。私も見かけたらコンビニで買うこともあります。ラッキーと思って。ただ注意しないといけないのはプレーンという表示です。これは砂糖が入っていないのではなく、果物が入っていないという意味である場合も多いんですね。なのでパックの裏の原材料の表示よく見て、砂糖や果糖、ぶどう、糖液糖などが入っていないか確認してくださいね。太りやすい飲み物3つ目です。ゼロカロリードリンク。このチャンネルを見てくださっている方は、ダイエットのために甘いジュース飲んでいませんという方多いのではないでしょうか。しかしカロリーがないジュースならいいんでしょとね、ゼロカロリードリンクを飲んでいる方が結構いらっしゃるかもしれません。皆さんいかがでしょうか。ダイエット中に甘いものを飲みたい時にカロリーがないなんて夢のような飲み物だと思いませんか。実際過去の私もカロリーゼロドリンクの愛車でございまして、愛しておりました。で、以前はカロリーはできるだけ取らない方がいいとカロリー計算ダイエットをしていたんですね。1日の摂取カロリーを1200キロカロリーに抑えるためには、カロリーゼロ商品は本当に救世主だと思っていました。でもカロリーゼロなのに飲んでいてもちっとも痩せないんですよね。そればかりじゃなくて、カロリーゼロドリンクを飲むとまた飲みたくなる、お菓子もまた食べたくなる、しかも大量に、そしてカロリーゼロドリンクをガブガブガブ飲み、こうしてカロリーゼロドリンクで満足しているはずだったんですが、甘いものの量も欲求もどんどん増えていったんですよね。そんな自分がもう怖くなって、思い切ってカロリーゼロドリンクをやめてみたら、異常な甘いもの欲求が次第に落ち着いていきました。このようにカロリーゼロドリンクは太りやすい飲み物なんですね。では甘いもの欲求が高まった理由は何なんでしょうかですよね。それは人工甘味料が原因だと考えられています。ちなみに日本で使用が許可されている人工甘味料は、サッカリン、スクラロース、アスパルテーム、アセス、ファムカリウム、ネオテームの5種類です。人工的に作られたものなのでめちゃくちゃ甘いんです。例えばアスパルテームの甘さは砂糖の約160倍から220倍、急激に使用が広がっているスクラロース、よく見ますよね、600倍。最も新しいネオテーマは約7000倍から1万3000倍っていうふうにも言われているんです。そのため少量で甘さを感じるので、ゼロカロリーの飲み物が出来上がるというわけなんです。それならダイエットに最適じゃないってね、思いますよね。しかも人工甘味料の怖いところは、味覚障害を起こす可能性っていうところだと私は思っているんですね。カロリーがないからと飲み続けていると、舌が強い刺激に慣れてしまって自然の甘みを感じにくくなったり、砂糖や人工甘味料をもっともっと摂りたいという欲求が強くなっちゃう。また人工甘味料は血糖値に影響を与えないので、一見ダイエットに良さそうですが、腸内の甘いバクテリアの餌になって腸内環境悪化の原因になったりだとか、腸内環境が悪いといらないものをデトックスできないだけではなく、腸内環境を悪化させるお菓子を求めやすくなるというふうにも言われています。そして人工甘味料を取った後に砂糖を取ると、人工甘味料を取らない時よりも血糖値がピークに高くなって、インスリンの分泌量が約 20% 多くなったという研究結果もあるそうですよ。ですから栄養学と体のメカニズムを理解した今、私はカロリーゼロ商品は絶対に飲みません。とは言っても無理に我慢しているっていうわけではなくって、こう食事を整えて味覚っていうのが結構正常に戻っているんですね。なのでこういったジュースを欲しくなくなったっていう方が正しい表現かなというふうに思っています。つまり甘いジュースを欲しくならない味覚、体を作っていくっていうのが一番の対策かもしれません。太りやすい飲み物4つ目です。エナジードリンク。皆さんも今日は仕事を頑張らないといけない時や疲れた時にエナジードリンクを飲むことってあるのではないでしょうか。ちなみにエナジードリンクと栄養ドリンクってなんとなく同じものなのかなっていうイメージがありますよね。しかし栄養ドリンクは医薬部外品であるのに対してエナジードリンクは炭酸飲料、清涼飲料水、つまり甘い炭酸ジュースってことです。なので太る飲み物と言えますよね。最近では低カロリー糖質オフのエナジードリンクもあるようですが、先ほどのねゼロカロリードリンクと同じく、人工甘味料が使われている可能性がね高いと思うんですね。やっぱり私的にはおすすめできない。そしてエナジードリンクにはアミノ酸の一種であるアルギニンや多くのカフェインというのが含まれているっていうのがまず特徴なんですよね。実はアルギニンには成長ホルモンの分泌を促す効果があってダイエットに効果的な成分と言われています。さらにアルギニンには免疫力向上、疲労回復効果もあるんですね。このようにアルギニン自体には生活習慣病の予防や美容効果というのがありますが、エナジードリンクに含まれているアルギニンの量では十分な効果を得られにくいという意見も多いようです。何よりエナジードリンクだと甘味料、添加物などダイエットや健康において不要なものもたくさん入っていますからね。そのためアルギニンは大豆、マグロ、卵、うなぎ、ニンニク、牛肉などお食事で摂るということがおすすめです。ちなみにエナジードリンクに含まれるカフェインには眠気覚まし、疲労回復効果、脂肪燃焼作用、血管拡張作用など体にいい作用もありますが、過剰に摂ってしまうとめまいや吐き気、下痢、興奮や不安などの精神症状を引き起こす場合があるんです。こういったことが原因か、実はですね、数年前にエナジードリンクの飲みすぎで死亡事故っていうのもね、起こっているんですよね。皆さんも覚えていますか？またカフェインはエナジードリンクだけではなくコーヒー、紅茶、緑茶、ガムや薬、サプリメントなどさまざまなものに含まれているので知らずのうちに摂りすぎているっていう可能性もあるんです。さらにエナジードリンクで常にカフェインを摂っているとカフェインが効かなくなる、カフェインなしではいられないというカフェイン中毒になってしまう可能性もあります。実は最近カフェイン中毒で緊急搬送されている方は増えてきているそうなんです。エナジードリンクのせいだけとは言えないと思いますが、やはり摂りすぎっていうのは注意が必要ですね。個人的にはエナジードリンクの代わりにブラックコーヒーを1日2杯ほどでしたらカフェインの摂りすぎもないし糖質も入っていないのでおすすめかなと考えています。ではまとめると、ダイエット講師が買わない摂りやすい飲み物は1、野菜ジュース、2、甘いヨーグルトドリンク、3、ゼロカロリードリンク、4、エナジードリンクでしたね。ちなみに私が12キロしてきた経験、保健師、ダイエット講師として食事指導してきた経験を通して栄養学、体のメカニズム、ダイエットのマインドなどもっと深く知りたいという方のために公式 LINE や無料オンライン講座の方でも発信をしております。割り痩せ小冊子やレシピ、食べ痩せ診断、ベルラスダイエット3ステップ動画っていうのもプレゼント中です。YouTube の内容もより実践しやすくなるかなと思います。気になる方はぜひ LINE の方もフォローしてみてください。本日の動画いかがだったでしょうか。最後まで見ていただきましてありがとうございます。皆さんがダイエットのため、健康のため、体にいいと思って飲んでいるものはなかったでしょうか？もちろん全ての商品がダメと言っているのではなく、きちんと何が入っているのかを知って自分の楽しみのために飲むというのはありだと思います。しかし一生懸命食べ物に気をつけてお食事を整えても飲み物で痩せられないとしたらとても残念ですよね。正しい知識をつけて心と体の健康のために口に入れていくっていうものを、自分の判断でねしっかり選んでいけるようになりましょう。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。私は今毎日動画を更新しているのでまた明日の動画でお会いしましょう。食事からビューティー松田理恵でした。じゃあね、バイバイ。